どうもレゴラジです。本日は2022年10月12日ということで、あのキャンペーンの第2弾の開始日となっております。その前にですね、ぜひとも皆様チャンネル登録をどうかよろしくお願いいたします。もし見てね、面白かったとか役に立ったとか、そんな感じ、まあ気軽にね、軽い気持ちでチャンネル登録していただけるとありがたいんですけどね。今ね、いい感じで伸びてきてるんでね、レゴのことならね、何でもやっていきます。レゴに興味のある方、レゴの大好きな方、ぜひチャンネル登録をお待ちしております。ということで、本日10月12日はこちら、レゴブロックトーバーの第2弾海賊の冒険のキャンペーン開始日となっております。これをねゲットするべく、このね今後ろで映ってる動画ではね、二子玉川のレゴストアに向かっております。でもねこれね、ちょっとね事件があったんですよ。実はですね、朝一、まあ、朝の10時めがけてね、トイザラス行ってきたんですよ。でもね、トイザラス行ったらですね、欲しいレゴがね一つもなかったんですよね。いやー、まあね、前回の動画でね説明したんですけど、忍者ゴーとかレゴシティとかレゴフレンズ、これはねトイザラスで買った方が安いですよなんて言ってね、うまく使い分けましょうなんつってね言ったんですけど、今ね欲しいレゴはレゴシティとか忍者ゴーじゃねえなと思って、行ったんですけど、何も買わないで出てきちゃいました。ここのトイザラスね、晴れてるとすごいね景色が良くてね、大好きな店舗なんですけど、あいにく今日はね曇天ということでね、景色もつまんなかったし、レゴもつまんなかったです。ちなみにトイザラスベビーザラス横浜泉店っていうお店ですね。港北店の方がね近いんだけどね、ここね空いててねいいんだよね。入りやすいしね。で、店内ではね、ブロックトーバーのキャンペーンをね、ドーンとでっかいポップがついてね、やってますよーっていう感じで、売り場はね、すごい綺麗で良かったですね。いや、売り場が良かったとかね、そういうコンサル的なことはどうでもいいんですよ。価格と品揃え、これが大事ですよね。スターウォーズもね、なんだっけ、ダークトルーパーとか値上がっちゃってましたね。ずっと3999円だったのに、4999だかなんだっけな、そんな感じになっちゃってましたね。そうそう、そもそもブロックトーバーって何なのって思ってる方もいるかもしれないんですけど、こちらの動画でね詳しく軽く、詳しくかな、まあ分かりやすく、どうでしょう、説明しておりますので、こちらの動画もご覧ください。あとね、第1弾、今回は第2弾なんですけど、第1弾の宇宙の冒険の動画、こちらもあるので、ぜひバーッとねまとめてじっくりゆっくり見てください。お願いします。ということでね、やっと今日の話やっとできますね。レゴストア二子玉川店に行ってきました。前回はね、ララポートの海老名店に行ってきたんですけどね、まあ、レゴラジが一番行くレゴストアはこの二子玉川店なんですよね。神奈川県にはね 1,2,3 店舗、横浜、海老名、あとベイサイドマリーナ、3つだったかな。あとはね、近場だとこの二子玉川店と南大沢も近いかな。御殿場はねちょっと遠いんだよね。あと都内はね高速使ったりするとね、あと駐車場代とか考えるとね、ちょっと不便かなと思ってあんまり行かないんですよね。今回は高速使って行ってるんですけど、普段はね246、下の道通るとねトイザラスもあるんで、今回はね違うトイザラス行ってからの二子玉なので、高速使わせていただきました。本当はこういうところも節約していかないとレゴをいっぱい買えなくなっちゃうんだよね。でもね、なくなっちゃったら嫌じゃん。だから高速使って慌てて、いや慌ててはいない安全運転で行ってきました。で、二子玉店の大人レゴコーナーはこんな感じ。まあいつも通りの品揃えだよね。今なんだろう、これ一通りあるんじゃないかな。なんか売り切れててないとかね、そういうのはなかった気がするな。コンボイもあったよ
ゴッホもあったし、なんだろうな、アタリもあって、クッパもあって、タイタニックも置いてあったね。あとクリスマスの新しいやつ、あれもちゃんと売ってましたね。売り切れ、まあ、いっぱいあるからわかんないけどね。あの、なんだっけ、デロリアンもあったね。そうそう、もちろんこのレイザークレストも売ってましたね。上のやつはね、違うね。ジャスティファイヤーだっけ、なんだっけ、オメガタンのやつだよね、この上のはね。と、なんだっけ、マンダロリアンのファイターだよね。7万だもん。6000ピースで7万だよ。で、しかもこれブロックトーバー対象外なんだよね、レイザークレストね。いや、でも欲しかったな。見てたらね、やっぱ欲しくなるよ。いやー、ライオン騎士よりこっちだな。あ、ライオン騎士も売ってたね。今日もね、前回と一緒で30分ぐらいかな、悩んだんだよね。で、また店長さんかな、店員さんとね、ずーっと悩んでね、おすすめとかしてもらったりしたんだけどね、小さいレゴ結構もうみんな買っちゃっててね。で、でっかいのはさ、2万とか超えるじゃん。9900円でいいんだよね、今回。なのにね、2万とかね、3万とかのレゴになってきちゃうと、なんかもったいない気もするんだよね。でね、今モジュラーシリーズ流行ってるじゃないや、ハマってるから、本屋さんかなーっていう話をしたらね、まあ、この本屋さんのレゴ、そこの店員さんがね、組み立てたことがあるっていうことで、いろいろね、いいところをね、いっぱい教えてくれてね。あれね、なんか2つに分かれるらしいんだよね。そういうところをね、長々とね、丁寧に説明してくれてね、悩んだよ、本当に。いや、ジャスティファイヤーだっけ、あれもいいし、なんだっけ、クリスマスの新しいやつ、あれ対象外だったんだよな。そうそう、新しいクリスマスのレゴは対象外なんだよね。結構ね、対象外あるからね、気をつけた方がいいんだけど、あともう一つあれ、レゴシティの、スーパーマーケットだっけ、枝豆みたいなミニフィグ入ってるやつ、あれも良かったんだよね。そういった感じでね、店員さんと一緒に悩んだんですけど、これを買うことに決めました。もうね、これ買うってね、ずっと言ってたんで、いつも見てくださってる方はもう分かってたかもしれないんですけどね。まあ、こんな感じ、一番でかい袋に入りました。で、またね、袋持ってくの忘れちゃって、買いました。これ一番でかい XL ってサイズで50円なのでね、皆様ね、ぜひレゴストア行く際はね、エコバッグとかね、袋とかね、持ってくの忘れないようにしましょうね。そうそう、間違えた。今回欲しかったのはこの大きいレゴじゃなくて、こちら、これがね、ブロックトーバー2022第2弾の海賊の冒険。また箱がね、いい感じなんだよね、今回もね。まあこれはね、まあこれ、これがメインなんですよ、今回の動画は。なのにね、全然関係ない話を長々としてしまい申し訳ございません。第1弾はね、宇宙の冒険だったので、星柄のマークだったかな。まあ1弾の動画を見ればわかるので、ぜひ見てください。ということで、大変お待たせいたしました。やっぱり本屋さんですね。レゴラジね、今モジュラーシリーズにちょっとハマっててね、ライブでこれね、みんなでね、応援してもらいながらいつも組み立ててるんですけど、今回もそうしようかな。誕生日近いしね、レゴラジの YouTube チャンネル開設日も近いしね、チャンネル登録者6000人も目前なのでね、これやりながらね、全部3ついっぺんにお祝いしてもらおうかな、みんなに。どうでしょう。まあまだ何をやるか決めてないんですけど、なんかいい案あったらね、コメントとかください。誕生日の日はライブやろうかなと思って、無理やりね、みんなにお祝いをさせようというね、企画、ぜひお待ちしております。またコミュニティのね、アンケートとかでもやってみようかな。まあ、とにかくね、みんなで楽しくワイワイ組み立てられたらいいなと思っております。なのでね、ぜひライブ見に来たことない方も、ぜひやるときは遊びに来てください。そしてね、チャンネル登録まだだよという方は、ぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。
ということで、ということでじゃないよ、ブロックトーバーはねこれから組み立てるので、動画は明日になるかなと思いますので、そちらもぜひお楽しみに。本日もご視聴ありがとうございました。おつらじ。